どうも、高木です。以前食べましたよ、あのコストコのティラミス 1.5 キロぐらいあったやつかな、あれをなんとか完食しました。2日ぐらいかけて、その時に巨大なイチゴのケーキも買ったんですよ。それも 1.5 キロぐらいあるのかな。本日はそちらのコストコのイチゴのケーキを食べきりたいと思います。ケーキじゃなくて手に寄ってきてんねんけど、なんか匂った。コストコに行ったことある皆さんならわかると思うんですけども、このイチゴのケーキ結構有名じゃないですか。お値段が税込み1500円で 1500g、 つまり 1.5kg。 コストコって確か当時はアメリカかなんか、アメリカのもともと企業じゃないですか。いやな、だからあれか、誕生日ケーキのやつすごい色してたもんな。だから結構ね、これも味濃いんよね。前食ったことあるけど、本日はこちらをどれくらいかかるかわからんけどね、頑張って食べたいと思います。それではやっていきましょう。高木賞、最悪ユンケルこぼしてもた。元気回復するためのユンケルに元気なくなってもた。うわ、めっちゃ色ついてるやん。最悪、カーペットに疲労の回復いらんやろ。それじゃあいただきたいと思います。誰の毛この曲がり具合、さっき食ったのこっそり。いや、匂ったじゃあいただきます。この匂い誕生日思い出すよな。ろうそくの火の匂いとかすごい誕生日って感じで連想してまいりますよね。じゃあいただきます。あー、うん、普通にうまいケーキやな、これ。生クリームの量がすごい。いちごとのバランス大丈夫かな。あ、でもいちごもめっちゃ入ってる。いちごの周りをね、ゼリーが包んでる感じなんですよね。じゃあいちごと隣にいただきます。うん、あ、超うまっ。うん、うん、下の方がなんかカスタードクリームみたいなのあって、すごい美味しい。生クリーム、スポンジ、生クリーム、プリンみたいなやつで、下に生地みたいな、こう一すくいで4層ぐらいあるから、すごい美味しい。うん、いちごもいただきます。いやー、うん、時間過ぎるのマジで早いなって思うのがさ、撮影日がもうこれ日超えてもう31とかになるんですよ。ハロウィンや。皆さん、今年のハロウィンは何かコスプレしましたか？ハロウィンの予定は？明日から東京やね。ちなみに何しに行くんですか？普通に MV の撮影やけど、ついでにスクランブルコスプレ行ってこようかな。脱却症のコスプレして。どうぞ。そのままや。いちごさんが帰ってきました。ただいまです。美味しそうなの食いようやん。うちのつらよ。色きてるなって。いや、今日染めると明日 MV 撮影ですから。それをさっき言ってたよ。あ、ごめん、頑張ってくるで。楽しみにしてな。やっぱ疲れてる時は甘いもんが必要と思ってね。確かに最近やべえよ、俺ら寝てなさすぎだよ。動画出るたびそれ言ってるか。やべ、寝てねえ。見ちゃおうか、地獄の水だか、お前。ラトラトの初ライブの二次転売がもう始まってますから。始まっとるんか、これもう二次抽選の時始まってますんで、一時で落ちちゃった人は、下これがチャンス、下がチャンス、よろしくお願いします。前の一時の VIP とかね、倍率でやばくて、確かにほぼ当たらんみたいな。うん、幻のチケットレベル扱いらしいから。ええ、皆さんありがとうございます。もう次にあまりないチャンスなので、皆さんぜひ遊びに来てください。あ、とりあえず半分ぐらいでもお腹いっぱい。え、マジでやばい、これ量。ティラミスと違ってきつい。でもこっちの方がイチゴとかってなんかこうさっぱりするからさ、助かってる感はあるけど。一旦ちょっと時間を置きましょう。練習中にね、甘いものは結構割と必須なんで、練習をしつつ食べていきましょう。ちなみに31日のハロウィンを編集してます。たまちゃん、それ何のコスプレしてるの？僕はこれベイマックスです。ベイマックスの、はい、加藤大と思ってた。だって加藤大やん。なんか雪坊にさ、もののけ姫のしがみ様みを感じんねんけど。神聖な感じ。なんて神聖黙れ。お前でさ、いい気だね。大乱で負けたやつが晩飯おごりです。やりますよ。じゃあ始めますよ。イエス。うわー、この中で一番強いはまあ翔太やね、多分。2番目に弟、3番目に前進。そうやね。あー、死んだ。疲れたー。マジか。あー、やばい。うわー。というわけで、たまちゃんがおごり、ありがとうございます。さっき俺買ってたのに。一緒に行きます。もっくん。じゃあ今から晩飯を食べに行きましょう。なんか心霊企画、心霊スポットに行くんかみたいな。そういえばちょっと行こうや、今度一緒に行きたいね。マイチくんちょっと連れて行ったことあんまないよな。ないね、心霊の企画はあんまり一緒にしたことない。今度行こう。今から
みたいな感じのなんかあの音楽がさ、あの音楽怖いやつね。今から行く場所はなんと寸胴や。来た来た。どうしたの？何？食うんや。暇があるんやったら食うんや。信号待ちで？うん。食いたくないよもう。いや、まあ時間あったからちょっといけるかも。うん。そんぐらいさ食いきらないのこれ。だったら。いちごの部分ちょうだい。やっぱ重なってくるわ。生クリームだけどきつそうやなこれ。マイキ君の元カノやめろ。お前いちごちょうだいっつって、いちごなってない。失礼しました。やっぱ最高やなラーメンは。新宿のマジでうまい。でもじゃあ食べようか。よいしょ。プロ意識が半端ねえな。てか、マイキ君さ、自分の誕生日にこのアイアンマンのアイフォンケース買ったの。そうよ、自分への誕生日プレゼント。かわいすぎるやろ、その行動。いや、でもね、翔ちゃんのね、アメリカのお土産のアイアンマンのイヤホン使いようよ。あ、そうなの？すごいよ。あ、すごい、赤坂すごい。今、アイアンマンにマイキ君に壁掛けすごいよ、赤が。はい、2日目でございます。昨日割と1日かけて半分以上食ったんで、今日もこちら食べていきましょう。形が変わってる。なんかすごいこう移動してる。今日はもうケーキ生活か。うん、おいしい。昨日あんだけ食ったからさ、2日目ちょっとしつこうかなと思ったけど全然おいしいわ。はい、今日もレコーディングしますか。頑張りますよ。絶賛制作期間中でございます。絶対いいものができるんで楽しみにしててください。っていうメイキングじゃなくて、実はこれね、昨日の続き。まだ食いよったん？まだ食いよった。やばいやん。まあやりますか。今度やばいな。今からこの曲が次の MV になるので、皆さん楽しみにしててください。というわけで今回ね、コストコの 1.5kg の 1.5kg ってすげえな。いちごケーキでした。いやでも味自体はすごい美味しかったんで、そこまでしんどくなく。いやでも余ったらもう結構あれやな、ずっとついてたらなんかちょっとこう胃が重たくはなってくるけど、まあまあでもいちごとかもね、前の時はティラミスで、今回いちごも入ってて、なんかそんな辺でこう緩和されましたね。というわけでね、いつも行かさせていただいてるこちらのコストコのケーキ、僕もね以前にも食ったことあるんですけども、今回改めてすごい美味しいなと思ったというか、中にねプリンもクリームも、え、アライン、うん、そう、汚かった。こら！こら！すいません。はい、というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。というわけでね、ラトラト初ライブの二次券売がね、先ほども言ったように始まりました。わー、ハロウィンから始まって、現在も、絶賛受付中ですので、下に URL から飛んでぜひ、皆さん遊びに来てみてください。受付は11月18日までやってるんで、よろしくお願いします。ちなみに1時の時点で予想より、上回る、申し込みが来て、本当にありがとうございますんで、完売したんですけども、有限し忘れだったりして、あと本当にわずかだけ残っているので、最後のチャンスですので、皆さん遊びに来てください。今日もラトラト新しい MV の撮影が終わって帰ってきたばっかりなのでね、いいものが仕上がったと思うので、ただ皆さん終わりくのを楽しみにしてよ。それでありがとうございました。昨日ラーメン博物館っていうのに行ってきたよ。何買ったの？駄菓子。きなこちゃん。もう懐かしい。え、懐かしい。懐かしいやろ、このゼリー。タワちゃんってちょっと昭和味あるやんな。生まれは平成ですけど。